田中俊、山田陸、さあ渡った、シュート、小谷、先制はグルージャ盛岡。後半の5分、小谷 J 初ゴールです。ドイツ4部 VFR ガーフィングから移籍してグルージャ盛岡、この小谷にゴールが誕生しまして J 初ゴール、先制点はグルージャ盛岡です。非常にボランチのポジションなんですが高い位置を取っていました小谷。山田陸、宮市とつないで最後小谷。相手のスペースの間を埋めていくようなポジショニングで小谷がゴール。